どうや。見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。これで予言書に示された段取りは全て完了だ。なんだと？てめえふざけんなよ。やれやれ騒がしいね。アイギス。はい。お父様。その正気か。もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか、世継ぎのあなたは10年経ってもまだ理解できない。父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス、一足先にご当主に与えて差し上げろ。栄えある救いを。やめろ、やめてくれ、アイギス。何をしている、アイギス。私。もういい、私がやる。10年だ。10年を無意に潜んだ。先代の時とは違う。今度こそいかなる例外も許さない。出来損ないの人形がこれで転ばれ。これまでだ、理事長。なぜわからない。今の世界で希望や生きる意味を探し出すなんてもう無理なんだよ。こんな世界はやり直さなきゃダメなんだ。すごいぞ、私は次の世界の王になれる。もう少しだったのに。